皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回のテーマは回り込みに自信がある人へ台上からのおす,すめの展開ということで回り込んでフォアハンドを攻めて点を取りたい方におす,すめの台上からの展開を紹介しようかなと思いますこれはですねペンドラのようにできるだけフォアで攻めたい方でバックにそんな攻撃力がない あんまり攻めるのが得意でないっていう方は回り込んでフォアで攻めた方が得点力が高いと思いますのでシェイクでもそういった回り込みが得意フォアハンドが得意っていう方にはぜひこの展開を試合でたくさん使って点を重ねてほしいなと思います。ではどうやってその台上からの展開をやっていくかっていうことを説明したいと思います。まずそのの台にににに来たボールに対して最初に相手のバック側に 深い流しをします。こういった感じですす、ね、流しをしをま二、はい、番目にこの流しをして戻る反動ですね戻る反動ただ後ろに下がるのではなくてこのしっかり下がる反動を使ってぐっと一気に回り込んでいきます。で三番目にこの回り込んだ位置からドライブで攻撃していくという形になります。 この展開の中でいくつかポイントがあるので説明しますまずこの流しですね。流しはしっかりと深く流すっていうことですね。深く流すことで相手が攻撃をしづらくなりますどうしても攻撃をされてしまうと回り込んでフォアハンドを攻めるということは難しくなってしまうので攻撃をされないようにできるだけ深く流すようにしましょう で二つ目のポイントは、えー、少し下回転を入れた流しにすることですね。上回転が入った流しもしくはあまりにも横回転が強すぎる流しだと相手がポンと合わせてくる可能性があります合わされるよりも突っついてもらった方が回り込んだときにドンと攻めやすいと思いますなのでしっかりと深く入れるっていうことと下回転を入れるっていうことを意識して この展開をやってもらうとうまくいくかなと思いますでは実際にこの展開をやっていましたのでご覧ください